よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごく楽しみにしてきました。ありがとうございます。まず玄関から見ていきたいんですが、はい、白を基調としていてとても明るくて、そして出入り口が2方向になっている作りなんですね。はい、そうなんです。こちら側からはリビングにつながっていて、でそちらの方はキッチンの方につながるドアになっています。うん、なんかここが抜けているので明かりも入ってきてる感じですよね。はい、うん、そうなんです。こちら北側の玄関なんですが、ドアのスリットのおかげですごく明るい空間が実現しました。で、高さのあるハイドアを採用されてますね。はい、そうなんです。なので開放的な空間になりました。そして2方向あるということですごく便利な作りなんだろうなと思うんですが、はい、ちょうど私の前にサーフボードがあるんですね。はい、はい、そうなんです。私の夫の趣味がサーフィンなので、当初からここにサーフボードを収納できるように、うん、高さを設計して作っていただきました。隣にも上着をかけたりできたり、はい、バッグも収納できて便利な作りですね。はい、そうなんです。はい、では早速お家の中見ていっていいですか。はい、はい、じゃあこちらです。うわー、一面緑ですね。で、川があって緑があって季節的にも新緑が楽しめますね。ありがとうございます。ちょっと出てみてもいいですか。はい、はい、うわー、はい、鳥のさえずりが、あ、鳥も飛んでる川のせせらぎも聞こえてとても気持ちいいですね。そうなんです。で、向こうの方まで川の景色が眺められるんですね。そうなんです。もともとこういった場所に住みたいという思いがあったんですか。うんうん、そうですね、やっぱりこう緑のある中でゆったりと暮らしたいという夫婦の希望でここにお家を建てました。そうなんですね。はい、本当に緑と共にある暮らしがここだったら実現できますね。はい、普段どのようにこのテラスで過ごしてますか。そうですね、こんな感じでテーブルセットを出して、うん、お休みの日なんかはここで朝ごはんを食べたりとかして、はい、気持ちよさそうですね。はい、向きもこちらが南向きですか。うん、そうなんです、うん、なのですごく日当たりもいいです。うん、季節ごとにもいろんな緑やお花を楽しめそうですね。うんうん、はい、そしてこのお家の外壁なんですけれども、うん、白を基調とされてるんですね。はい、外壁もフュージェのプレミアム の, ホワイトを採用して外から見ても白い空間に、はい、していただきました。うん、サッシの部分が黒なのでちょっと引き締まってアクセントにもなってますね。うん、はい、ありがとうございます。はい、本当にこのテラス気持ちいいんですが、お家の中も見ていきましょう。はい、はい、ではここからリビングについてお話しいただければと思います。白を基調としていてここも明るいですね。ありがとうございます。ここは全体的にホワイトな空間なんですが、こちらの一面だけアクセントクロスを採用していて、ちょうど間接照明が入っているので、その光が反射して模様が綺麗に映るのですごくお気に入りのクロスです。はい、模様がちょっと立体的に見えるのが素敵ですね。はい、ありがとうございます。そして床材もこの1階のフロア、はい、木を使われてるんですね。そうなんです。こちらのフローリングは永大さんの引き板なんですけれども、とても自然な素材感が気に入っています。ぬくもりがある質感ですよね。はい、ではダイニングの方に行きましょう。はい、ここからも緑が望めて本当に素敵ですね。ありがとうございます。普段どんな風にこの空間で食事をされてますか。そうですね、ここはもう景色を楽しむためにフィックス窓、うん、大きな窓を設置していただいたんですけども、うん、ここでダイニングでお食事をしながら景色を楽しむことができて、うん、とても癒されています。このフィックス窓もとても大きいサイズですよね。はい、本当に景色のための窓っていう感じですね。はい、そしてこのダイニングの後ろ側に階段があるんですけれども、はい、ここに収納がついてるんですね。はい、そうなんです。開けてもいいですか。はい、はい、ここまで階段ですよね。はい、はい、そうなんです。あ、本当に階段下を有効活用してますね。うん、はい、ありがとうございます。そしてこの収納の配置も本当にサイズがぴったりですね。はい、たまたまだったんですけれども、うん、すごくフィットして、はい、良かったです。何をしまってるんですか。ここには
そうですね、プリンターであったりとか、Wi-Fi であったりとか、あまり見せたくないものを収納してすっきりとして、ね、ここが一つあるだけでもこの、ね、ダイニングとリビングはすっきりした空間になりますよね。はい、はい、ありがとうございます。ではキッチンの方に進んでいきましょうか。このキッチンからも眺めがいいですね。はい、ありがとうございます。やっぱりお料理してる時にもちょうど見えるような位置に窓をつけられたんですね。そうなんです。先ほどの窓をキッチンからでも景色が見ることができるので、うん、本当にお料理をしながらでも楽しむことができています、うん、そしてここはすごく天板が広いですよね。そうなんです、はい、すごく奥行きのあるキッチンなのですごく作業もしやすいですし、うん、リビングとつながってこう一体感のあるような、はい、スペースとなりました。この前側は収納にもなってるんですか？はい、そうなんです。ここちょうど LDK の中心に位置しているので、リビングで使うような小物であったり書類関係も収納することができていてとても便利です。なるほど、はい、そしてここに吊り下げてるライトも反射して光がすごく綺麗ですね。はい、ありがとうございます。普段はここでお花も飾ったりされるんですか？あ、そうですね、景色を楽しむっていうのがうちのこうテーマではあるんですけれども、うん、やっぱお家の中にもまた緑があるとなんか気持ちがリフレッシュできて、はい、うん、とても癒されます、はい、でこの後ろ側も見ていただきたいんですけど、はい、やっぱり白を基調としていて家電も収納も全て白ですね。はい、そうなんです。ただこちらのクロスだけ森の中のようなイメージのクロスを採用して、まあ、空間のアクセントになっていてお気に入りです、うん、全体的に白なのでこのアクセントがすごく映えますね、はい、この隣も見てもいいですか？はい、あ、ここも家電類やゴミ箱などがあるんですね、うん、そうなんです。ここ閉められるんですね。はい、そうなんです。あ、すごい来客時とかいいですね。はい、ここをさっと隠せるので、うん、急にお客さんが来てもすっきりとした印象に見せることができます、うん、そしてこの奥が水回りになってますよね、はい、と一緒に見ていきましょう、はい、ここが洗面台ですね。はい、どんなところにこだわりましたか？ここは収納力のある三面鏡を設置したところと、うんうん、あとは上の方に横長の明かり取りの窓を設置したことで、うん、自然光の中でメイクができてとても使いやすい空間となりました、うん、身支度をするときに自然光大事ですよね、はい、そして今ちょうどここにエアコンがありますが、はい、1階はここにだけあるんですか？うん、そうなんです。1階のエアコンはこの1台だけで賄っているんですけれども、うん、本当に1年を通して1階で快適に過ごすことができています。部屋の中の中心に置きがちですけれども、はい、味でもこうちゃんと気密性が高いお家だと行き渡るんですね。リビングにあまり生活感を出したくなかったので、こちらにエアコンを設置していただきました。うちもリビングにエアコンがあるんですけど、はい、まあ、ちょっと写真をふと撮った時にも映り込んだりするので、うん、この位置に置くっていうのはすごくアイデアですね。ありがとうございます。こちらがランドリーコーナーと脱衣スペース、後ろにお風呂場という作りですね。ここも白を基調とされてますね、はい、うん、はい、そうなんです。ここは3畳の脱衣室兼ランドリースペースなんですけれども、アイアンバーが 2.4 メートルあるので、うん、洗濯物を干すのにも十分なスペースになっています。こんな感じで普段干されてるんですね、はい、そうですね、うん、ちょうど洗濯物が壁に当たらないような長さに設計していただきました、うん、あ、そうか、ここの位置もしっかり計算して作られたりですね、はい、もう家事動線はいかがですか？そうですね、ここで洗濯物を回して、うん、干して畳んでしまうが完結できるので、うん、とても家事も時短になりました。そうですよね、ここで完結できるってすごくいいですね、はい、で後ろがお風呂場ですね。はい、はい、ここにも窓がついてるんですね。そうなんです。もともと家作りを始める当初からせっかく川辺で、うん、お家を建てるということで景色を楽しめるように大きな窓を設計していただきました。うん、プライバシーはどのように工夫されたんですか？あ、そうですね、ちょうど外から見ても中が見えないぐらいの高さに設計していただきました。
もう夜だけじゃなくて日中もお風呂に入りたくなるようなこの風景ですね、はい、では向こうに行きましょうか。そして先ほど玄関から見えていた2つの扉、ここに繋がってたんですね。はい、そうなんです。あ、本当に玄関から入ってすぐですね、うん、そうなんです。で先ほど見えにくかったんですけど、ここにパントリーがあるんですね、はい、そうなんです。あの帰ってきたらそのまま買ったものを収納することができるので、うん、とても便利です。でこの扉の素材もすごくおしゃれですね。はい、一応お客様から見える場所だったので、ウッドワンさんのルーバー扉を採用して設置していただきました。なんかね、ここと先ほどのサーフボードもここにあるので、はい、カリフォルニアの雰囲気ですごく素敵だなと思いました。ありがとうございます。掃除機もここに収納できますし、はい、しっかりここもシンデレラフィットしてますね。ありがとうございます。で先ほども見てきたここの階段と、ここがトイレですか。はい、そうなんです、はい、こちらはこのように階段下のトイレになっていて、天井がややちょっと低めなので、できるだけ広く見えるように縦長の窓を設置していただきました。窓からもこう緑が見えてるのがすごく気持ちいいですね。ありがとうございます。では階段登っていきましょう。あ、2階に上がるとまたここにも固定の大きな窓があるんですね。はい、そうなんです。ここ我が家で一番眺めがいい場所だったので、うん、当初は収納にする予定だったんですけれども、うん、思い切ってこちらに窓を設置していただきました。なるほど、すごく景色が綺麗ですね。ありがとうございます。この空間っていうのは部屋になってないんですが、この階段挟んで向こう側とこうつながってるようにこうフェンスも抜け感がある作りだと思うんですけど、はい、どんな風に使ってますか。そうですね、こちらはですね、主に音楽を聴いたりですとか、そちらの広いスペースでマットを敷いて、うん、ストレッチをしたり運動したりっていうフリースペースの空間になります。そうなんですね。あえてお部屋にせずにいろんな風に使えるっていうのも、はい、すごくいいアイデアですね。はい、そうなんです。でちょっと見えづらいんですが、この後ろにアンプがあるんですね。はい、こちらにアンプがありまして、前にあるスピーカーと壁の中で配線をしていただいて、見えないようにすっきりとつなげていただきました。あ、ここと向こうのスピーカーがつながってるスピーカーなんですね。はい、そうなんです。じゃあ細部はすごくこだわってこの空間作ってらっしゃるんですね。はい、この2階部屋はどんな構成になってるんですか。はい、そうですね、4.5 畳の洋室が2つと、あと主寝室になります。まずこちらから見ていってもいいですか。はい、はい、ここは書斎ですね。はい、そうなんです。今は夫の書斎としてこちらの部屋を活用しています。もうデスクも全てが白を基調とされてますね。そうですね、ホワイトで全体的に統一して世界観を作っています。そしてこちらクローゼットとしても使ってると思うんですけど、はい、ここの色がグレーでモノトーンで統一されててなんかすごく統一感がありますね。ありがとうございます。では隣も見ていっていいですか。はい、このドアとドアの間の部分がすごく素敵な飾り棚になってますね。ここはもともと可動棚で物を収納するスペースだったんですけれども、我が家結構フラワーベースも多かったので、うん、あえてこちらは飾り棚として今活用しています。うん、ここの花も素敵ですが、お家もいろんなところにお花を飾ってらっしゃって、はい、すごくお花が好きなんだなっていうのを感じました。 ありがとうございます。では隣を見ていきます。はい、あ、こちらはもう黒を基調としたトレーニングジムになってるんですね。そうなんです。ガラッと雰囲気変わりますね。はい、そうなんです。我が家ちょっと白い雰囲気だったんですけれども、うんうん、ここはちょっとかっこよく、ブラックをアクセントとした空間でトレーニングをするお部屋にしています。うん、でこの床のところはこれは剥がして使えるマットなので、はい、うん、またここ違うようにも使えそうですね。あ、そうですね、将来的にまあお客様が来たらここを客間にしたりですとか、うん、いろいろなお部屋に活用できると思います。
お家にジムがあるのは憧れますが、ここまでいっぱい機材が揃ってると圧巻ですね。ありがとうございます。では寝室の方も見ていきましょうか。あ、これまで白のベースの色味だったのが、はい、ここは一気にグレーの世界ですね。はい、そうなんです。ここだけ全面グレーのクロスを採用していて、うん、とても落ち着いた空間になりました。やっぱりしっかりとあちら側には窓がついてますね。はい、そうなんです。こちらにも窓を設置して、うん、朝は鳥のさえずりを聞いてとても気持ちいい一日を迎えられます。うん、ね、鳥の声もそうですし、こうパッて起きた時に目に入るのがグリーンっていうのがすごく気持ちいいんだろうなと思いました。ありがとうございます。そしてこちら側に収納がありますね。ちょっと入ってみてもいいですか。はい、かなり奥行きありますよね。そうですね、ここは3畳ほどのスペースなんですが、うん、左側が私のお洋服で、はい、右側が主人のお洋服を収納しています。うん、かなり広いので、この季節の使わない洋服とかもしっかり収納できる十分な量が確保されますね。あ、そうですね、季節物であったり枕棚には布団などを収納できています。うん、あ、そうですね、このあたりお布団なんですね。はい、はい、ということでこの1階と2階見てきましたが、この後下で詳しくお話伺っていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまたリビングに戻ってきましたが、改めてお家のどこからでもこの大自然が眺められる素敵なお家でした。ありがとうございます。それではお話伺っていきたいんですが、はい、どうしてアイコム店のお家を選ばれたんですか。はい、まず、土地探し大体半年ぐらい、かけまして、でその後何社かハウスメーカーさん検討していたんですけれども、ちょうど近くにアイコム店の展示場ができるということで、うん、訪れたのが初めてのきっかけです。この宮城のエリアでは2022年に初めての展示場ができたんですよね。あ、そうなんです。実は私たちが最初のオーナーさんだったみたいで、ここからアイコム店さんでのお家作りっていうところが、はい、始まりました。そうなんですね。はい、最初の契約されたオーナーがこちらのお家だったってことなんですね。はい、うん、決め手となったのはどんなところだったんですか。そうですね、私たち東日本大震災を経験していて、やはりアイコム店さんのお家は安全性であったり快適性というところを妥協していなかったので、そこがまず魅力に感じました。やっぱり前のお家で感じられてたことが、アイコム店のお家を建てることでかなり解消されていったんですか。あ、そうですね、その点はやっぱり地震が多いところだったんですけれども、アイコム店さんのお家に住んでから安心感というか住み心地もとても良いです。その他お家作りをしていく中で営業の方とのコミュニケーションだったり、またアイコム店からのキャンペーンなどどんなことが、うん、魅力に移りましたか。あ、そうですね、まず私たちも展示場にいた時に、そのアイコム店さんの標準仕様の高さであったりとか、あとキャンペーンもとても充実していて、すごく私たちがこう決めていた予算の中でやりたいことが叶えられたかなと思います。うん、そのコストパフォーマンスの良さも魅力だったんですね。うん、はい、で実際にこのお家に住まわれて、このお家の中のお気に入りはどこになりますか。そうですね、やっぱり我が家2階のリビングが、うん、一番やっぱり景色がいいところなので、そこがお気に入りのスペースです。あそこの窓からの眺め本当にいいですよね。ありがとうございます。季節ごとに見える風景も変わるんですか。そうですね、本当に四季折々の景色が楽しめるんですけれども、朝起きてあそこの窓からこう景色を見て、で一日がすごくいいスタートを切ることができるので、とてもお気に入りのスペースです。インスタグラムを拝見したんですけど、はい、冬の景色の中で本当に雪が積もって、うん、また今見える風景とは全く違うものになったのを見てすごく感動しました。ありがとうございます。冬もすごく一面真っ白になりますし、秋は紅葉が楽しめるので、本当に四季折々の景色が楽しめます。ですね、はい、やはりこの景色ありきで土地を探されてお家を建てていこうと決めたんですか。
そうですね、私たち夫婦やっぱり自然の中でのんびりとやりたいことをやって暮らしたいなっていうのが一つテーマであったので、我が家もそういった間取りを設計していただきました。お家のこの窓の取り方や作り全体にもそのお二人の気持ちがすごく反映されてますよね。はい、ありがとうございます。住まわれて1年以上が経ってると聞いてるんですが、はい、本当に綺麗ですよね、お家の中。ありがとうございます。私だったらやっぱり白いお家ってすごく傷をつけてしまいそうでドキドキしちゃうんですけど、普段どんなこと気をつけてらっしゃいますか？そうですね、我が家全体的に白を基調とした空間 で逆にそれがなんかこういい緊張感があって、こう綺麗にしなきゃなっていう思いで生活しています。で今日はその白を基調としたお家ということで、はい、お家の中たくさんドライフラワーすでにあるんですけども、はい、白いドライフラワーのブーケをお持ちしました。ありがとうございます。ブリーチという形でお花を白く染めてるものも多いんですけど、はい、中心にあるこのアジサイがやっぱり季節感もあって、はい、ドライフラワーとしてもとても綺麗なのでおすすめです。なんかこうお花もあと花瓶もすごく全部白で、我が家にぴったりの作品をありがとうございます。はい、はい、本当にお家の中素敵なお花いっぱいあるので、その仲間入りをさせていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。では最後になりますが、この YouTube をご覧の方にお家作りをする上でのアドバイスやメッセージがあればカメラに向かってお願いします。はい、まずはお家作りをこれから始める方へ、一緒に住まわれるご家族とどういった暮らしがしたいのかっていうところをとにかく話し合うことが第一歩かなと思います。でまた自分たちがやりたいっていうところ実現するためにいい営業マンさんに出会って楽しく家づくりを進めていただきたいなと思います。私も今日インスタグラムを見てきたんですけれども、はい、インスタグラムでこう発信も様々にされてますよね。そうですね、普段インスタグラムの方でも等身大で発信しておりますので、ぜひよろしければそちらも参考になさってください。はい、本当にね、勉強になる参考になるアイデアがたくさんあったので、ぜひ見ていただけたらと思います。それでは今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。さようなら。